皆さんこんにちは。料理家再現レシピ研究家の稲垣靖子です。はい、今日からこの衣装でいきたいと思います。オレンジのエプロンとヘアバンド、これを私のトレードマークにしていきたいと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。はい、というわけで今日は再現レシピ動画をご紹介したいと思います。今日皆さんにご紹介するのはじゃん、こちらジョジョ園の野菜サラダのタレです。皆さん、ジョジョ園って行ったことありますか？私はありません。なんか高い焼肉屋さんのイメージなんですけど、ですよね。でね、まあランチやったらね、行けるかなと思って調べたら、まあランチも3000円ぐらいからするので、ちょっと一回行ってみようなあかんなと思いつつ、まあそのジョジョ園で出る、サラダのタレ、これはね、もう結構前からスーパーでこちらのね商品が発売になってますよね。こう緑のキャップがすごいトレードマーク。私初めて今回買ったんですけど、結構お高いんですよ。これ1本600円ちょっとかな。で、結構これを再現してほしいっていう声を聞いたので、再現してみたいと思います。それではジョジョ園野菜サラダのタレ再現レシピ作っていきましょう。はい、というわけで今日はジョジョ園の野菜サラダのタレを、再現するんですけれども、これね、結構もう材料がね、後ろにね書いてあって、菜種油、そしてお醤油、ごま油、ごま、にんにく、食塩で、調味料がアミノ酸、これはうまみ調味料ですね、というすごいシンプルなんです。なので、まあ、材料はまあこちらを揃えて、これをどんな風に調合していくかがポイントになってます。ジョジョ園の野菜サラダのタレの再現レシピの材料です。油 100cc、 今日は米油を使用しています。サラダ油でもいいです。ごま油 100cc、 醤油 60cc、 いりごま大さじ 1/2、 塩 5g、 うまみ調味料 5g、 にんにく小さじ2です。はい、では作っていきたいと思います。作っていくと言っても、もう本当にこの材料を混ぜるだけなので、入れていきたいと思います。はい、今日はこんなに可愛い容器をセリアで見つけてきたので、これに入れていきたいと思います。はい、綺麗に、ね、入れれるように、これもセリアのロートです。これね、めちゃくちゃ便利な、ほらこんなね、薄くなるから、シリコンで食洗機も OK なので、私はこれをよく使ってます。じゃあこれで入れていきます。じゃあまず油、よいしょ、ごま油、あ、しまった、これあれやね、いりごまとかさっき入れた方がここに、そうや、くっつく、しまった、あ、どうしよう、もう時すでに遅しやね。まあいいや、お醤油、お塩、旨味調味料、いりごま、にんにく、ちょっとお箸とかで、あ、なんか、あ、なんかちょっと待って、お箸、よいしょ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 、はい、ポトン、はい、しっかり蓋を閉めて、はい、こんな感じですね。じゃあフリフリします。はい完成ですね。これめっちゃ可愛いから、私これ友達にあげようかな。はい、というわけで、じゃあ実際使っていきたいと思います。はい、では、サラダを仕上げていきたいと思います。ジョジョ園さんのサラダは、サラダ菜と皮を剥いたきゅうりを斜め切りにしたものが入っているので、それを準備しました。じゃあ出来上がったのドレッシングを今フリフリしています。はい、じゃあこれをかけていきます。今ね、これ2人前ぐらいな感じなので、大さじ1弱を入れました。
はい、盛り付けていきましょう。ごま油のいい香り、うん、めちゃくちゃいい香りです。これね、こんなお皿でした、ジョジョ園さんのね。あ、めっちゃいい香り。やっぱね、ごま油いいですね。きゅうり、はい、ジョジョ園サラダドレッシングの再現の完成です。ごまのめちゃくちゃいい香りがします。美味しそう。はい、というわけでジョジョ園の野菜サラダのタレの再現レシピの完成です。めちゃくちゃごま油のいい香り。ではでは、いただきます。ジョジョ園さんのねサラダ、私は食べたことないんですけど、サラダ菜ときゅうりです。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。きゅうりって皮を剥くとすごい食べやすいんですね。めちゃくちゃ食べやすいです。うん、うん、これとご飯でも十分、これでご飯食べれる。うん、美味しい。なんかきゅうりがめっちゃ美味しい。このね、きゅうりの皮を剥くっていうのは新たな発見でした。うん、はい、というわけで今日はジョジョ園の野菜サラダのタレの再現レシピをご紹介しましたが、いかがでしたか。今日ね、こんな風にセリアの可愛いクマちゃんの容器に入れたので、もうこれ私は誰か友達、近所の友達にあげようと思います。タレはね、結構あの再現レシピの中でも材料も準備しやすいし簡単にできるので、ぜひぜひ皆さん作ってみてください。あ、これ今日あれやね、値段出さへんかったけど、ちょっと後で値段を出そうと思います。本物は600円以上するんですけど、全然半額以下、いやもっとめっちゃ安くできてると思います。はい、今日の動画が良かったよっていう方はグッドボタンお願いします。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 YouTube 以外に Instagram、ブログもやってるので、そちらの方のフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。